ホルスト・ブランケンブルクは、ドイツの元サッカー選手。ポジションは DF。1970年代初めの、アヤックス・アムステルダムで、UEFA チャンピオンズカップ3連覇を成し遂げた、時の主力の一人であり、その後、UEFA カップウィナーズカップ1976から77をハンブルガー SV で制したが、ドイツ代表に選ばれることはなかった。 1FC ハイデンハイムのユース出身。マックスメルケル監督率いる 1FC ニュルンベルクで1967-68シーズンにプロ選手となった。彼は同シーズンにリーグで出場することはなかったが、13試合に出場し、クラブはブンデスリーガを制覇した。ウィーナー SC に4万5000マルクで移籍。翌シーズンに TSV1860 ミュンヘンに10万マルクで移籍、31試合に出場したがクラブは降格、アヤックス・アムステルダムに移籍した。アヤックスでは、ヨハン・クライフ、ヨハン・イース・ケンス、ルート・クロル、アリー・ハーンといったメンバーと共に、ステファン・コバチ、リヌス・ミケルス両監督の下で過ごした。オランダのオフサイドトラップも彼やベリボール・バソビッチによって構築された。 このチームで欧州随一のスイーパーとして活躍し、1971年から1973年にかけて UEFA チャンピオンズカップを3連覇インターコンチネンタルカップを1972年に制した。1975年に区のクレッツァー監督のハンブルガーエース V に移籍。1977年に UEFA カップウィナーズカップを制したが、決勝戦に出場することはできなかった。その後は、チーム内での立場も失ったため、同年夏にヌーシャテルザマックスに移籍。翌年シカゴスティングに移籍し、KSC ハッセルトに期限付き移籍。1981年に SC プロイセンミュンスターでプロを引退。1982年に、フンメルスビュッテラー SV。1985年に、 ヒューネブルガー SK に所属し38歳で選手を引退した。フランツ・ベッケンバウアがリベロとして君臨していたのもあり、ドイツ代表に選ばれることはなかった。ヨハン・クライフは彼を 1974FIFA ワールドカップのオランダ代表のメンバーとして招集しようとしていたが、彼がドイツ代表を志していたために誇示し、実現しなかった。ありがとうございます。